メインストーリー進めたいところなんですけれども、まあちょっとこのミディショーバイアイランドについては普通にやってて面白いので、結構メインストーリーと同じぐらい大事なんですよね。ですね、クラブマーズをちょっとまずは潰してやろうと思うんで、視察に行きましょう。ほら、マーズの日のとこに視察に行ってみるか。わかりました。では早速参りましょう。マーズのエースも出てくるんじゃないか、ここで。まあ、正直今すぐキャバクラバトルやっても倒せるぐらいね、近所と提携をしたから。ここは日野の経営するクラブマーズか。はい。なんかすごくチカチカしてますね。なんや、目が痛くなってくるな。あ、誰か出てきたぜ。出た。上原愛。ありがとうございました。田畑さん、またお越しくださいね。あ、もちろん。愛ちゃんに会いに。またすぐ来るよ。愛ちゃんに会いに。嬉しい。お待ちしてますね。ちっ、今の客、愛を席につけてやったのに、全然金落とせなかったな。日野さん。あの野郎、マーズのナンバーワン愛を何だと思ってやがるんだ。はい、もうあんな貧乏人の機会につくんじゃないぞ。いいな。でも、田畑さん昔からの常連さんですよ。それに今月はちょっと厳しいって言ってたから。ふん。要は今金を持ってるかどうかだ。貧乏人に優しくしても何のメリットもないんだよ。金持ちにさえこびてら、甘い汁が吸える。世の中金なんだよ。金金金。おい。おい、店の酒、もっと高いの揃えとけ。内装はもっと豪華にするんだ。金箔とか使ってさ、無駄な金使うな。捕まりました。あの日野って男、何やす、金が全てって感じやな。はい。日野は全て金を払えば解決できると思ってるんです。もちろんマーズの経営も。だから客を手に入れ、人気店の称号を手に入れるためなら、いくらでも金を投入します。まあ、それ冒頭で、このゲームの冒頭でさ、錦山が金は使いようによっては何倍にも増えるって言ってたけども、そういうことじゃねえんだよな。実際に大金を使って、他の店の人気の女の子を、寄せ集めたりしますからね。だから店の女の子の質も高いんです。でも育成術は一切なさそうだよね。引き抜いてくるだけだから。もっともその中でもダントツのナンバーワンは元からマーズで働いているあの愛って子ですかね。あの子がマーズのナンバーワンか。あの子も日野が金で。いえ、なんでもあの子だけは違うみたいです。自らキャバクラで働きたくて志願してきたんだとか。大金で集めた子たちよりも普通に応募してきた彼女の方が売り上げがいい。皮肉な話ですね。まあそんなもんやろ。金で簡単に店を裏切るような女の子たちに本当の意味での良い接客なんてできんわ。しかし彼女、いい子そうですよね。可愛いし。あんな子がうちにいてくれたらな。ゆきちゃんとかちょっと地味だからな。ひどいこと言うな。おい、自分で見つけてきたくせに。おいは、そんなこと本人の前で言ったら殺されるで。殺されるはないだろ。うん、これはあっても、あ、気づかれた。騒がしいな。こいつ店に引っ込んだと思ったけど、まだ外にいたのね。お知り合いですか。いや、どうやら虫が2匹周りを飛んでるようだな。仕事の追加だ。虫の死骸を2匹片付けておけ。死骸言うな、死んでねえよ。行くぞ。はい。はい。はい。でもお店に虫なんて出ましたっけ。話を分かってないな。え、なになに、こいつは戦うの。あ、まあまあ、まずいですよ。早く逃げましょう。こないなやつらまで金を取ってるみたいやな。どうしましょう、真島さん。やるしかないやろ。用立ちはどっか隠れとき。あ、はい。こんな雇われたやつでどうにかなると思ってんの。はい。あ、そうだ、俺ミカン持ってたんだっけ。
瞬間ビタミンチャージ。ミカン持ってるとあのヒートアクションが出るんだけど、まだねちょっとヒートアクションの威力を上げるスキルとか取れてないからちょっと時間かかっちゃうんだよな。あーひどい目に遭うた。真島さん大丈夫ですか？ああなんとかな。まあでもこれまずぶっ倒したら多分喧嘩師スタイルかなんかのスキルが増やせるはずだから、金はいっぱいだよな今勝崎君ボコったから。ファイブスタークラブマウスの日のなかなかどうして一筋縄じゃいかなそうやな。いや今だったら簡単に勝てると思うけどなこいつら。あおめでとうございます真島さん、マーズエリアのファン数が1000人を突破しましたよ。1000人なんかとっくに突破してるけどね。1000人どころじゃなかったはずなんだけど。おお、そうなんか。いよいよ大台乗ってきたって感じするな。はい、もう少しでマーズのファン数に追いつけるんじゃないでしょうか。追いつくどころか、とっくに引っこ抜いてるんですけど、順調やな。ただあっちもこのまま黙っちゃいないと思います。ひどのことだから、そろそろ何か仕掛けてくる頃合いかもしれません。キャン、話してください。あ、いいや、外で揉め事か？このタイミング、もしかして、日野がまた何か悪さを。言ってみようか。あれ、ゆきちゃんだっけ？それとも？ああ、上原愛でした。お前、日野のところのマースの愛だろ。俺たちあいつの店で金が巻き上げられて一文出したらどうしてくれる。どうしてくれるって、自分たちが遊んだお金を払うのは当然だと思いますよ。うるさい。おかげで俺は、妻にもこの見捨てられた。責任取れ。妻子がいるので遊んでるからだろう。まあ、遊んじゃいけないわけじゃないけどさ。そうだ、誠意ってなんでキャストに怒るの。誠意ってそんな、いや、あれは。おそらくマーズに金をつぎ込みすぎて、破産に追い込まれた人たちでしょう。なんで金の計算できないの。なんやて？破産？あいつら破産するまでキャバクラで遊んだっちゅうんか。それは客が悪い。日野は金ずれになる客を逃しはしませんから。金がなくなるまで遊ばせて、金がなくなったら自分が金を貸してさらに遊ばせる。もちろん高い利子をつけてね。まあそこは日野が悪いっちゃ悪いんだけど、もう自制しろ自制。なるほどな、えつないことしとるんやな。はい、だからマーズは恨んでる人多いんです。だからあの子がああいう目に遭うのも仕方なくはないだろう。キャストは別に悪くないんだから。まあ裏で金を、客を借金付けにしていることは女の子たち には秘密にしているらしいですから、本人は訳が分からないかもしれませんけどね。うん？真島さん？あれ？どこへ？おい、お前ら、人の店の前で何を騒いだんだ。ああ、こっちで取り込み中なんだよ。引っ込んでろ。女の子一人取り囲んで、イチャモンつけて小さい奴らやの。そりゃ女房にも逃げられるわ。あんだと！てめえ、どうやら死にたいらしいな。昨日より先に、まずはこいつだ！ぶっ殺してやれ。はあ、しょうもな。そこの嬢ちゃん、危ないから向こう行っとき。あ、ありがとうございます。死ね。誰に向かって死ねとか言ってんだこれ。相手見て喧嘩売れや。意外とあっけなかったな。だってただのボンクラどもでしょこいつら。いや、真島さんが強すぎるんですよ。それにしてもどうして。騒がしいな、一体何事ですか。え、ああ、誰ですかこの人たち。また真島さんが何かしたんでしょう。またってなんだよ。失礼なやつやな。まあその通りなんやけど、こいつらが店の前でうるさかったからちょっとな。え、それだけでこんなにボコボコに。真島さん、あなた鬼ですか。違うんです。その人は私のことを助けてくれたんです。助けた？あなたは一体。はじめまして、私クラブマウスの愛って言います。え、クラブマウス？あ、まあ、どうしましょう真島さん、この子マウスの女の子ですよ。
まったくうるさいな。そんなん最初から承知の上や。え？え？承知の上って、なのに助けちゃったんですか？ひょっとすると敵のスパイかもしれないのに。だって襲われてたんだから助けるでしょう。愛さん、あなたはどうしてうちの店の前にいたんですか？はい。そうだ、私日野さんから伝言をことづかってきたんです。その格好のままで。伝言？はーい。はははいじゃねえのよ。緊張感ねえな。今まで私の優しさで見逃しておいてやったが、貴様ら、これ、羽飯でいいのかが周りを飛び回るのもいい加減目障りになってきた。ファイブさえ逆らうようなら容赦はしない。そろそろ本気で叩き潰すことにするよ。吠え面を書く用意でもしておくといい。だそうです。いちいち腹立つセルフやな。しかし、いよいよ宣戦布告ってわけか。面白い。逆に全力で叩き潰し返してやるわ。はい。楽しいですね、真島さん。私たちはファイブスターに屈しないってこと、日野に知らしめてやりましょう。ふっ、ヨーダちゃんもだいぶ肝が据わってきたな。真島さんの性格が映ったのかもしれません。ん？ユキちゃんどうした？もしかして怖くて震えとるんか？違いますよ。これは、無所震いです。ふっ、一発に強がってからに。そんなんじゃないです。えへへ。おかしい。何を笑ってくれちゃってるんですか。バカにして。うん、違うんです。ごめんなさい。なんだか楽しくって。え、楽しい？はい。サンシャインの皆さんは仲がとってもいいんですね。うん、そうか。全然良くないですから。えへへ。こういうのいいな。うちの店マズとは雰囲気が全然違いますね。うちは女の子みんなギスギスしてますし、日野さんは私たちのことを人として扱ってくれないんですもん。皆さんのやりとり見てるととっても羨ましいです。へー、キャスト同士ギスギスしてるんだ。そっか、テンション上がる。羨ましくなんてないですよ。真島さんいつも私のことをバカにしてるんですから。バカになんてしてないで。俺はただユキちゃんに思ったこと言ってるだけや。キー。ああ。そろそろマースに戻らないと日野さんに怒られちゃう。それでは。もう襲われんよいな。気ぃつけて帰れや。ん？どうした？サンシャインの真島さんでしたっけ？ん？どうして敵である私のことを助けてくれたんですか？確かにマーズは俺らの敵やけど、お前はただそこで頑張って働いてるだけやからな。敵とか味方とか関係あらへん。それに目の前で襲われてる女の子を黙って見てられるほど俺は大人やないんだよ。そうですか。真島さん頑張ってくださいね。またお会いしましょう。すでに仲間フラグが立ったけどね、ここで。頑張ってくださいですって。ああ。さすがマーズのナンバーワンですね。かわいいな。娘にしたい。花があるよな、花が。え？花？花だったら私にもありますよ。ほらほら。なんか妙に今の画面、花を強調してるように見えたの気のせいか。ああ、今日は冷えますね。ああ、せやな。中入ろうか。倒れてるそいつらはいいのか。あれ、ちょっと待ってくださいよ。花、花。よし、じゃあ、まず潰すか。あ、でも、アースの話出てこねえな。どうしようかな。もうちょっと時間かかったりする？もしかしてサンシャイン今あれだ、ファン数4025人いるんだぞ。で一方でマーズは今1500人しかおりませんね。だって他のさ、ジュピターよりも上なんだよ今。ジュピターと、まあ、マーキュリーが同じぐらいか。まあ順番にやっていくことになるね。まず終わったらジュピター、マーキュリー、ビーナス、ムーンって感じ。
で、まあキャストも今だいぶ強化したからね。じゃあそうだな、これまだやってなかったから接客練習、これはプラチナキャストだけができるんだっけ。あ、そうだな、ゼロはプラチナまでだもんな。極み2だとダイヤモンドっていうくらいがあったけど確か。それじゃあ接客練習始めようか。まあイキちゃん今こういう格好にしてんだけど。はい、よろしくお願いします。ん、いいや、イキちゃん緊張してるんか。別に緊張なんてしてませんよ。これは無茶ぶりです。また無茶ぶりか。ふん、そら頼もしい。じゃあ今から俺をお客さんやと思って会話してっけど準備はいいか。はい、はい、ゆきです。本日は私と楽しくお話をしていたく、うん、本前大丈夫か。それじゃあ、なんだ、カラコンとかも入れてんだけども、なんかちょっとイメージ悪くなったかな。一応パラメータはこの方にこうやった方が上がるからこうしてるんだけど、ほなまずは無難な話題から言ってみようか。とりあえず趣味の話やな。趣味の話ですか。私の趣味の話をすればいいですよね。他に誰がおるね。ああ、お、なんだかんだまだお互いのことあまり知らないしな。会話練習ついでにいろいろ分かり合おうや。趣味ですよね。何かあったかな。趣味。ん？何かあるんか。すりあるだろ。はい、私無趣味でした。なあ、アホな。おいおい、キャバ嬢たるもの、そういう回答はあかんで。趣味ないって言われたら会話が後に続かんやろ。だって私本当に無趣味で、あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。なんか当たり前にやってることがな、あの趣味だと認識してないことってあったりするけどね。日記ね、ええやん。どういった内容の日記を書くんや。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。もうそれだよ趣味、盆栽。ちょい待てよ。おい、しれっと言ったけど、なんや盆栽って。え、日記よりも盆栽の方が趣味って言えへんか。お客のおじさん連中もそっちの方が食いつきええと思うけど。確かにそうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。意外とは余計や。ゆきちゃん、俺のことなんやと思ってるんや。でもなんで盆栽の方を趣味だって言わんのや。私なんて盆栽歴8年くらいですから。長えな。盆栽界の中ではまだまだひよこ、趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。ゆきちゃんこの時21歳ぐらいでしょ確か。21年中8年だったら割と長いんじゃないの。そうか、十分すごいと思うけどな。会話がない。ゆきちゃんって客が喋らんようになると自分も喋らんようになるよな。そうなんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、失礼なわけあるかいな。お客さんは女の子と喋りたくて来とんのや。むしろ自分から話題振っていかなあかんで。でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。客が身につけてるものを褒めればいいんじゃない。あ、そうだ、とにかく褒める、とにかく微笑む。まあ話題にするわけだから褒めるの方だな。微笑む。それじゃあ何を話したらいいかわからんのやったら、とにかく相手の男を褒めるんや。褒められて嬉しくない男がおらんからな。時計を褒めるとか、着てるスーツを褒めるとか。褒める？顔
とかを褒めればいいんですか？まあ別にそれもありじゃない。ああ、それはな、顔とか声とか性格とかな、相手が小金持ちそうな男やったら服装や靴、腕時計を褒めるのも効果的面やで。私、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。いちいち一言二言二言多いんだわ。ちょい待てよ、その褒め方は俺をバカにしてるしか思えんがな。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。うん、真島のお兄さんにはそうやって言えるのにな。やれやれ、うまくできるようになるまでにはまだまだ時間がかかりそうやな。うん、次は何話そうかな。そうやな、ゆきちゃん、特技とかあるのか。いや、きっとないだろうな。何言ってるんですか、私だって特技くらいありますよ。まあ、盆栽のことだってあるしな。ん、お、あるんや。どんな特技なのや。ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。それ特技って言うのか。ああ、その選択肢あったわ。ああ、どれがいい。まあ俺が思ったこと言うか。それって特技か。確かに特技とは違うかもしれないですけど、お年寄りのお客様に接客するときとか、私黙って座ってるだけで飴とかもらうんですよ。それ単なる天性のものじゃないか。まったく、それはすごいが、黙って座ってないでちゃんと接客せなあかんで。ああ、すいません、気をつけます、気をつけます。まったく、でもこういう初々しいところが年寄り連中に受けてるんかもしれんな。あ、上がんなかった。じゃあ今度逆にゆきちゃんの苦手なことについて教えてくれ。何かあるか。苦手なこと、まあいっぱいあるだろうけど。たくさんありますけど。やっぱりそうか。もう失礼ですね。冗談や冗談、たくさんあるならその中の一つでもええ、教えてくれや。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。今話しとるやん。え、男と話すのが苦手やったらなんでこないな店で働いとるんや。それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。うん、その志嫌いではありません。嘘つきはないだろ。俺も男の人やで。ちゅうか忘れてるかもしれんけど、俺も一応男の人やで。あ、確かにそうですね。確かにじゃねえよ。真島さんとは私普通に話せますね。なんでだろうね。なんでやろな。やっぱり俺の溢れ出る包容力のおかげかな。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。じゃあ何なんだよ。何やと。おい、それどういう意味やねん。すいません。元極道やで。あ、終わりか。さてと、こんな動画やろうか。ご苦労様でした。ご苦労様でしたは上司に対してはダメですよ。お疲れ。お、ご苦労さん。ほんで、今回の練習についてないんやけど。まあまあいい練習やったな。ゆきちゃんにしては上出来や。今のみたいな感じで、お客さんに接客できたら大丈夫やと思うで。わかりました。本番でもこれくらいできたらいいんですけど。お、これからも頑張ってや。はい。ご指導ありがとうございました。あ、これで、経験値とか、ステータスが上がったりはするんだけども、まあ、やんなくても普通に店運営してたらどんどん上がっていくんだけどね。あ、じゃあメンバー編成をしましょうか。ちょっとゴールドキャストも結構増えたんだけども、サブストーリーで加えたメンバーが、
あのゲーセンの前にいたぬいぐるみ好きの女の子のお母さんのぬい子ひどい名前だよな改めて見ても。あと大阪のおばちゃんエツコまあこのおばちゃんが強いからね。あとねゴールドキャストでだいぶ固められるようになってきたんだけど、そうだね、中森明菜、小泉ってなんだっけ、やべ忘れちゃった、松田聖子、工藤静香、小泉もなんか 元ネタの人いるよな多分。ゴールドキャストなんかねちょっとネタがかかってんだよね。であとは、まあ、あの街でパッシーくんをパシらせていたパシコ、うん、サブストーリーで仲間にしたのがパシコ、エツコ、ヌイコの3人、 CP 使って仲間にしたのが、うん、アキナ、小泉、聖子、静香、この辺かな。結構強いんでこの辺で、これ一回画面戻してもう一回話したら、あーそっか、こうなるのか。ちょっと待って、一回店の外出たら切り替わるかもしんない。もうさっさとマウス叩き潰して、ヘッドハンティングしちゃおうぜ、愛を。お、来た来た来た。おめでとうございます、真島さん。マウスエリアのファン数が1500人を突破しましたよ。いや、4000人以上いるんだけどね。やってない、ヨダちゃん。日頃の努力が実を結んだ結果やな。はい。しかしここまで来たら日野のやつも黙ってないやろな。大変大変大変ですよ。何やゆきちゃん、うるさいで静かにしいや。これが静かにしてられますか。クラブマーズから挑戦状が届いたんですよ。いよいよ直接対決か。挑戦状ついに直接対決やな。でもどうやって 対決するんやろな。お互いの店舗の売り上げを競うっていう感じだったと思うけど、挑戦状にはキャバクラバトルで勝負ってそう書かれてましたけど、キャバクラバトル、なんやそれ。さあ、腰を抜かしている。キャバクラバトル、驚いているな。なんやヨダちゃん、映画にこけたりしてキャバクラバトルについて知っとるんか。はい、総伝盛りのキャバクラ業界で、ごく稀に行われている恐ろしい勝負方法です。18年後にも行われてたけどね確か、キャバクラ同士が営業を行い互いに売り上げを競い合うんです。割と普通に思えるけど、どこが恐ろしい勝負なんや。負けた店は下手をしたら営業停止になってしまうかもしれない。誰が決めたんだよそれ。キャバクラバトルは店の威信をかけての戦いです。そこで負けた店は敗北店のレッテルを貼られ評判がガタ落ち、ファンも離れてしまうでしょう。別にファンからしたらさ、なんかあっちの店に負けたからダメだみたいなことを思わないと思うんだけどね。結果的に閉店に追いやられる店も少なくありません。何やって？まあ実際それで今ファイブスター以外はサンシャインしか残ってないわけだからね。そんなに影響力のある勝負なんか。はい、蒼天堀ではキャバクラバトルの結果を重視して店を選ぶお客さんがすごく多いんです。実際5スターは邪魔なお店をキャバクラバトルで任して閉店させることで勢力を強めてきましたからね。そのマナトがついにうちにも伸びたということです。大丈夫だって、なんなら今ジュピターにも勝てっから。負けたり店が潰れるくらいの重要な戦いになるってわけか。真島さん、日野からの挑戦、キャバクラバトル、受けるんですよね。ああ。そのつもりやったけど、負けた時のことを考えると、俺一人では決められん。もし、ヨーダちゃんが辞めたいなら、正直言うと、サンシャインがなくなるのは嫌です。そうか、わかった。でも、ここで私たちが逃げたら、蒼天堀のキャバクラに未来はない。真島さん、やりましょう、キャバクラバトル。5スターを野放しにしておけませんから。ヨーダちゃん、やるからには絶対勝ちましょうね。私も微力ながら協力させていただきますから。当然や。私もお給料分は働きますよ。
いつも通りってことやな。クラブマースは強敵です。出勤メンバーを揃えたり入念準備を、整えてから挑みましょうね。大丈夫だって、ゴールドキャストっていっぱい揃ってんだから。さっきのメンバー見たでしょ。それライバル店、あ、ライバル戦だねこれ。マースから挑戦状が届いていますってなってるんで、ライバル戦を選択することができると。で、一応コンディション確認しとくか。さっきと特に変わってないかな、これ。思い出した、小泉京子だわ。小泉京子、中森明菜、松田聖子、工藤静香の、カルテットに加えて、まあ、ゆきちゃん、プラチナキャストに、パシコ、エツコ、ヌイコといるわけですよ。じゃこのメンバーでやってやりましょう。まあ、一部のメンバーはね、ちょっとレベルが上がりきってなかったりはするんだけども、まあ、十分でしょう。いやー、サンシャインの害虫ども、今日も元気に地面を這いずり回ってるようだな。よう、クラブマウスの日野やったっけ。害虫の巣にまで橋を運んでくるやんて。いや、酔っ払せてるみたいやな。調子に乗るなよ、虫が。私が本気を出せばこんな店、すぐにでも叩き潰せるんだからな。そりゃ楽しみや。まあ、帰るうちにしてるけどな。虫にはまだ現実が見えてないようだ。おい、真島五郎、この世で一番力を持っているものは何だと思う？それは金だ。金さえあれば勝ち組決定。金がなければ負け犬人生。うん、金の使い方はこいつ絶対下手だと思うんだけどね。金の使い方が上手いやつが本当の勝ち組だと思うんだけど。そしてこの俺は持ってる人間だ。高い酒、うまい飯、いい女、金さえあれば何だって手に入る。客足だって金の力でコントロールできるんだよ。そんな金持ちの俺にお前らみたいな貧乏キャバクラが勝てると思ってるのか。だあな、やってみるまで勝負は分からへん。だがな、金の力だけでどうにかなるほど水商売は甘くないで。あまあ、本当に勘にされる虫だ。でも逆に楽しみになってきたよ。貴様たちが地にひれ伏してる姿を眺めるのかな。じゃあそろそろ始めるで。サンシャイン、営業開始や。はい。お、このムービーいいよね。負けへんね。日野のブサイクっぷりにはどうにも笑ってしまうけど。で、まあ途中カットすると思うけれども、まあ、こんだけキャストが増えたので相性のいいキャストっていうのも一人二人はいるもんなんですよ。まあこの客には中森明菜をつけましょう。いらっしゃいませ。また来たで。お次は、まあ、ゆきちゃんでいけるけど、えつこでもいける、工藤静香でもいける。どうしようかね。エスコで行くか。いらっしゃい。べっぴんさんやな。べっぴんさんやなって言われたぞ。エスコ。はい、3人目、いらっしゃいませ。ゆきちゃんでいい、いけるけど、静か、成功あたりでもいけるな。ぬいぐるみのぬい子で行くか。サンシャインでようこそ。美人だね。ちなみに、ぬい子は、私服ですけどね。舐めてんのかって言われそう。レディース田島さん、ありがとう。ぬい子とエツコ普段着だからね。お願いします。ありがとうございます。灰皿こちらに。わかりました。でこれサインうまくいくとキャストの体力が回復したりっていう、そういうメリットもあるので、やってるうちにだんだん思い出してきたんだけども。盛り上がりましょう。これも灰皿やな。助かったわ。ねえ、
やりやがったな。妨害、そう妨害やってくんだよ。それがうざいんだけど、小泉京子に行ってもらおうか。あ、来た来た、フィーバーするで。フィーバーに対抗するか。あ、売り上げまだ向こうの方が上だな今。あ、てかもう売り上げ逆転したなこれ。どうすっかな。女の子を褒めるときはゴーディを渡すにしたら体力回復するんだよ。だから次に来た客に連続に突かせるってこともできる。レースグラス、レディースグラス、レディースグラス。失礼します、こちらになります。ごゆっくりどうぞ。失礼いたしました。かっこいい。基本的には女の子褒めるでいいかな。連続で接客してもいいように体勢を整えておけば。あっと、やりやがったな。フィーバーするで。くっそ、結果が返ってしまった。まあ、そんなことして無駄だけどな。フィーバーするで。ラストスパート、まあ、勝ったでしょう。うん、俺の勝ち。うん、ほぼダブルスコアだな。だこっちプレゼント代とか一切使ってないからね。こうやってケチっても全然勝てると。あ、松田聖子1位だった。うん、松田聖子、ゆきちゃん、小泉京子、悦子、工藤静香、縫子、中森明菜、パシコという順番でした。うん、ファン数が4615人まで増えました。ありがとうございました。提携できる店舗もう全部囲ったからね。やった、勝った、クラブマウスに勝ったぞ。バカな、この私がこんなゾウリムシ程度の奴らに。虫に足元を救われたな。私のせいじゃない。負けたのは何か、他に原因が。あい、ナンバーワンのお前がいながら何やってるんだ、この役立たずが。すみません。そうだ、お前のせいだ。大の山は首、今度はもっといい、女王を金で雇うことにする。そうすれば次は絶対私の勝ちだ。こんな勝負無効だ無効。無効になるわけねえだろバカ。見苦しいぞ日野。また出てきた。何？あなたたちは。何いいやお前らは。真島さん、お会いできて嬉しいです。私はファイブスターの創始者月山と申します。あんたがファイブスターの親玉か。ああ、ええ、以後お見知りおきを。そしてこちらがジュピターのキズカだ。ファイブスターなめてっとケースぞ。いや、なんかダサいんだけど。ふむ、物騒だな。わしはマーキュリーの水村だ。お手柔らかに頼め。ヴィーナスの、金原というものだ。この美しい顔を覚えておいてくれたまえ。やだーこの髪型。なるほどな、あんたら5人で5スターか。ようやく全員の顔が拝めたわ。それにしては見事な勝負でした。さすがグランドの支配人というところですか。バレてるな。経済力でも能力でもマーズに投稿を呼ばない貧弱な店サンシャイン。そうだそうかな。そんな店でまさか勝ってしまうとは。なんやお前ら、ファイブスターってのもあんまり大したことないんちゃうか。ぐぬ、ファイブスター一番の最弱だからな。あまり気をよくしない方がいいですよ。昨日ファイブスター5本指のいわば小指。私たちを仲間と呼ぶのもおこがましい存在です。そんな雑魚に勝って喜んでいるようではあなたの器が知れてしまいますよ。別に喜んでませんけど。何？月山さん、そんな、私はあなたのために。ファイブスターの泥を塗ってあなたはもう必要ありませんね。なんでもします。ですからもう一度だけチャンスを。今までありがとうございました。お気をつけて。そして
さようなら。いやだー、まだ死にたくない。おい、おい、はい、手配しておきます。マジで殺すの？よかったですね、真島さん。ライバルが一人減りましたよ。それにしてもせっかくのファイブスターが日野のせいで5人ではなくなってしまいました。琴美、君がファイブスターに加わるというのはどうですか？丁重にお断りいたします。私には築山様の秘書という大役がありますので。そうですか、釣れないですね。では真島さん、あなたがファイブスターに入るというのはどうでしょう？ちょうど今席も空きましたし、歓迎しますよ。失敗したら即用済みになるような組織、大金積まれてもお断りや。そうですか、残念です。では今日のところはこれで失礼させていただきます。サンシャインのこれからの発展、楽しみにしていますよ。でも気をつけてくださいね。私たちファイブスターを本気で怒らせたら、何が身に降りかかってくるか分かりませんからね。そうですか、ファイブスターの築山か。それに木塚、水村、金原、まああれだよな、月、木星、水星、金星、うん、で日野は火星だ。これから忙しくなってきそうやな。まさかあのファイブスターが一度に返せる場に、言わせることになろうとは。しかもうちの店で、なかなかにくせ者揃いって感じやったな。あの秘書の人も嫌な感じですね。ちょっと可愛いからって、まったく。でも本当に勝ててよかったですね。これでうちの評判もぐんと上がりましたよ。そうやな、とりあえず潰れずに済んだわ。これからもきつい戦いになるかもしれんが、一緒に頑張っていこうで。はい。すいません。置いていかれた。お前はマーズのとこの、どうしたんや。行き場所がなくなったからな。私をこのお店で働かせてください。え、このお店ってサンシャインのこと？マーズのナンバーワンがうちに？はい、日野さんはいなくなっちゃったし、マーズはしばらく営業できないと思うんです。あの人どっか行っちゃいましたもんね。はい、あの様子だともう戻ってこない気がします。この世に戻ってきそうにないな。それに私このお店で働きたいんです。なんでそう思ったんや。それは楽しそうだからです。楽しそう？確か前にも言っとったな。はい、この前真島さんに助けてもらった時、私思ったんです。こんな楽しげな雰囲気で皆さんと一緒に働けたらいいなって。そうか、どこもその前に変わらん気がするけどな。そんなことないです。サンシャインはとても明るくて優しくって、今の私の赤子れの場所なんです。お願いです、私を皆さんの仲間に入れてください。めめめ、憧れとまで言われたら、なんや、病院行った方がええとしかおひえんけど。ええで、歓迎するわ。これからよろしくな、アイちゃん。やったー、ついにうちにも、地味じゃなくて、可愛い女の子が加わりましたね。本人の目の前で言うな。ヨダさん、軽く私を批判しません？そやな、地味じゃなくて、可愛いアイちゃんが来てくれれば、ファイブスさんって名やない。真島さんまで、ひどい。本当に仲がいいんですね。改めまして、私アイです。これからよろしくお願いしますね。うん、プラチナキャスト2人目。よし、新しい仲間も増えたし、これからも心機一転頑張るで。おう、よし、喧嘩師スタイルの封印解除、これで強化できるぞ。まあさ、撃破できましたが、ファイブスターはまだ4人います。親玉のムーンは後回しにして、他の3店舗に戦いを挑んでいきましょう。あ、これは純不動か。おお、3億円。でも今200億以上持ってるからな。よっしゃ、まあ、一旦ここで一区切りにしましょう。どうすかな、キャバクラバトルは、まあ、またやるかとは思うけども、途中ちょっ と飛ばすかもしれないです。次はちょっとメインストーリー進めようと思うので、はい、よろしくお願いします。ではここまでありがとうございました。